14歳。多くのミュージシャンがそうであるように、彼もまたこの多感な時期にその後の人生を左右する音楽に出会う。ユーミンの曲だった。友達から勧められた一枚のアルバムを試験勉強しながら寺岡少年は毎日のように聴きまくっていた。16歳、倉敷にユーミンのコンサートがやってくる。小さな町に訪れた大事件。目の前にユーミンがいる。小さな町にいた一人の少年は、洗練された想像を超える音楽とステージに、あたかもそれは人類が初めて月に到着した瞬間のような衝撃を、そして感動を全身で感じたのだ。ステージが終わり、興奮冷めやらぬ寺岡少年は裏口へ走った。俗に言う出待ちをしたのだ。待つこと数時間、同じように出待ちの人がユーミン、ユーミン、ユーミンと叫ぶ中、彼は突拍子もない行動に出たのである。何かって、投げキッスである。少年の純粋で熱い思いの詰まった投げキッス。けれどそんなもの、この大勢の人並みに飲み込まれ届くはずなどない。そう諦めかけたその瞬間、奇跡は起きた。ユーミンは彼に投げキッスを返したのだ。ユーミンにとっては何気ない行為だったのかもしれない。でも寺岡少年にとっては、あたかもビッグバンが起きてこの壮大な宇宙が誕生したかのように何かが芽生えた。そう、それは憧れとも少し違う。きっと人はそれを恋と呼ぶのだろう。18歳、もう少年とは呼べない。寺岡青年はボストンバッグにあふれるほどの夢を詰め込んで東京へと飛び立った。19歳、寺岡青年に転機が訪れた。ジュンスカイウォーカーズのベーシストとして参加、メジャーデビューしたのだ。デビューしてからも彼はユーミンのコンサートに通い続けた。何度かユーミンと話す機会があったのにもかかわらず、そんな時に限ってシャイなアンチクショっぷりが爆発してドギマギして喋れない。そして2007年、もう青年ではない、中年寺岡義人39歳。この記念すべきゴールデンサークル10回目にして、玉砕覚悟ユーミンにアタック。二度目の奇跡が起きた。今宵寺岡少年が憧れ続けた、追いかけ続けた、そして恋をし続けたユーミンと夢の共演。これはもうエンターテインメントなんかじゃない。一人の少年が描いた夢という名の紙飛行機が大空を越え、時空を越え、叶うドキュメンタリーなのです。おい、14歳のヨヒト、聞こえてるか。夢は信じ続けると叶うんだぜ。
マドモアゼル。支配人の寺岡義人でございます。どうも、ホール任されてます北川悠仁です。よろしくお願いします。中央任されております岩佐健です。なぜこのような僕らが、ね、タキシードを着ているかと言いますと、はい、ある方をお迎えするためでございます。さっきのスライドどうでした？ね、北川君がわざわざ、絶対これやった方がいいですよっていうことで、僕にちゃんとインタビューしてくれまして、それをもとにちゃんと原稿書いて作ってくれました。いやでもね、本当にそれね文にね書いたんですけど、もう、まあ、もう先輩ですけど、もう寺岡義人がうるさいうるさい、もうユーミン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 って、これは何かのね形にしなきゃいけないと思って文にさせていただきました。ありがとうございました。24年間恋焦がれ続けたこの方をご紹介いたしましょう。皆さん温かい拍手で松戸彩音。もうね、ちょっと言葉になりませんけども、まずはですね、もう僕のリクエストでユーミンの弾き語りを聞いていただきたいなと思います。